はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日はガンダムブレイカー4の方やっていきましょう。第16回ですね、機体の方を最終決戦仕様にしてきてあります。おそらく今回が最終回です。さあそれではストーリーやっていきましょう。難易度は最高難易度でいきます。で前回は、サムネこちら、モノリスの方を2つ破壊しまして、要塞の方を突入して、リリンが、搭載されているデビルガンダムを撃破したとこですね。で今回がこちら36番、これがおそらくラストミッションじゃないかなと思います。カオスの最後の決戦に挑む。早速やっていきましょう。ひどくやられたな。これでは戦闘は無理か。君たちは無事か？私も同じかも。でもあんたは無事みたいだね。おのれ。カオスが来る。リリン君を安全な場所へ。リリンは私が預かる。リリンは必ず私が守る。あんたはカオスを。お前たちの思いが私を上回るというのか。いや、まだだ。私はまだ自分を敗者と認めていない。何をする気？自らコアとなり、あの機体を操るつもりか？私の思いに応えろ。怖かろう。やばい。いくらあいつでもこのままじゃ。なのに私は見ているだけだなんて。今のリリン、リリンなの？リリン、力を貸して。言うからにはできるんだよね。リリンに任せるよ。ふん。ほら、お願い、私の声を聞いて力を貸して。え？うわ！何の光？あれはリリン君の力か。私もう一度みんなと。これって機体が変化した？リンとリンの機体データまた使わせてもらったの。リンが私を心配してくれているの、ネットワークを通してずっと感じてた。リンだけじゃない。タオもシーナもマシマもリンの機体をビルドした人、その思いも、そしてあなたも。これはみんなの思いが形になった機体。私の支配から逃れてアウラとのリンクが復旧したか。しかしあの機体は何だ？何が起こっているというのだ？これが私の新しい力。私自身の意志で手に入れた力。二人とも一緒に戦おう。さあリリンが参戦していよいよ最終決戦ですね。カオスのデビルガンダムか。おお、怖い怖い。ただ今回は核も持ってきてるからすぐ終わるんじゃないかなと思ってる。バカな。 AI が自らの意志で新たな機体を凄まじい勢いで減っていってるな。 AI など命じられたことを命じられたままに実行することしかできない存在だ。
私は命じられるだけの人形じゃない。カオスはあんまり AI のことを好きじゃなさそうだな。そうだよ、リリンにだって心があるんだから。 AI の心だと。そのパターンは少し変化してるね。そんなものが私を倒せるものか。そこ割とあっさり片付きそうだな。いや、この後もう一回ぐらいなんか戦闘あんのかな。あ、ちょっと嫌な予感。当たって。おー、怖っ。アトミックバスーカーまで持ってきたのはやりすぎたかな。人の手で作られたガンプラでバトルするこのシミュレーターこそ人の手で運営するべきなのだ。そのことになぜ気づかない。それも正解だと思う。だけど正解は一つじゃない。なんだと。ガンプラバトルにはいろんな楽しみ方がある。ガンプラに興味がない人も初心者も楽しんでいい。全てを肯定する。それがガンプラバトル。それが GB4。 それを私はみんなから学んだ。みんなか。しかしその正体を示してしまった以上、もうお前はみんなの中には帰れない。勝手に決めつけんなや。みんなリリンの帰りを待ってたんや。先ほどリリン君とアウラのリンクが復旧したとき、オープンチャンネル設定に変わったようだな。リリンの話聞こえてたで。リリンの言う通り、全てを肯定してくれる自由な世界が GB4 や。そのおかげで私たちは救われました。この世界が生きる力をくれたのです。もちろん制限や不自由もあるが、それはリアルだって同じことだろ。その不自由さもひっくるめて GB4 の楽しさ、面白さなんだよ。楽しいこと、辛いこと、納得いかないこと、まあいろいろあるだろうが、その全てがビルダーたちを成長させる糧となるのだ。そこに人も AI も関係ない。みんな、そう、我々の思いは一つだ。この世界は奪わせない。当たって。よし、倒した。早かったな、やっぱり。全然苦戦せんかったわ。皇帝だと。誰が私を皇帝してくれた。運営が私を黙殺するから私は世界を滅ぼすんだ。人形風情が舐めたまねを。ガンプラシミュレーターを新たな時代へと誘うのはこの私、今を生きる人間だ。あいつまだそんなこと言って。二人とも頼む、勝って未来を切り開け。行こう、帰ろう、みんなのところに。バカな。私の負けだ。好きにするがいい。聞かせてくれ、カオス。お前は GB4 開発側の人間だったんだな。GBV と呼ばれるコンピュータウイルスの作成、それにマザー AI とシステムへの侵入、改変、いずれも外部の人間では困難な犯行だ。 GB4 のセキュリティはたやすく突破できるようなものではないからな。となれば
犯人は GB4 について熟知した内部の人間と考えるのが自然か。そう、その通りだ。私はもともと GB4 開発スタッフの一人だった。カオスもこの世界を作った一人だったってこと？じゃあなんでそれを壊すようなことをしたの？私はガンプラとガンプラバトルを愛している。その思いは誰にも負けない自信があった。人の手で作られ、人の手で運営されるこのシミュレーターこそが最高だと信じていたのだ。だからこそ許せなかった。 AI を採用しガンプラバトルを人の手から切り離そうとする GB4 の運営がな。それゆえ私は運営と袂を分かち、理想の GB4 を取り戻すために戦い続けてきた。そこまで AI を毛嫌いするなんて、どんな事情があるか知らないけど。しかしそれも終わった話だ。ことここに至ってはもはやこの世界には私の居場所など残ってはいまい。何のつもりだ？あなたも仲間だから。私が仲間だと？私さえも受け入れるというのか？そう、どんな思いも肯定するのが GB4 だから。もちろん勝手な理由で世界を滅ぼされちゃたまらないけどね。さすがに厳罰は免れないだろう。しかしお前が真にガンプラを愛する者ならば。ライム、アーテル、無事だったか？敵機体は全て機能を停止した。この要塞は完全に無力化された。カオス、お前は今回の主犯として運営に引き渡す。先ほどウイルスで制御していた機体の拘束を全て解いた。またワクチンプログラムもデビルガンダムが破壊された時点で自動配信されるように手配済みだ。あとはお前たちの好きにするがいい。私の負けだな。しかし勘違いするな。私は AI に敗れたのではないぞ。何よ、負け惜しみ？シンギュラリティ、技術的特異点。人の思いを理解し受け止め、それを叶えた。もはやお嬢さんは AI ではなく人間だ。私が人間？無駄口はそこまでだ。行くぞ。どうやらこれで一件落着のようだな。さあ戻ろう、みんな待ってるよ。うん。やったな。カオスも捕まったし、リリンも戻ってきたし、これでバンバンザイや。ああ、俺たちの大勝利だ。これでまた以前と同じように安心して GB4 で遊ぶことができますね。正確に言えば前と同じではなく前以上と言うべきかな。事件が解決したことによりベータ版から正式リリース版への実装作業も再開されることになる。妨害工作がなくなった分作業の進行も加速するはずだ。そっか、ついに正式版へのアップデートが来るんだね。具体的なスケジュールは決まってはいないが、そう遠い話ではないのは確かだ。正式版か。新しいミッション、新しいイベント、楽しいことがいっぱいあるんだろうな。ねえリリンは？
ここ。リリン、こっちに戻ってきてたはずじゃん。ごめんなさい。私なんだか疲れちゃった。こちらに戻るだけのエネルギーも残っていなかったということか。さすがにあれだけのことがあってはな。リリン、大丈夫なの？うん、少し休めば大丈夫だから。そうか、休みが必要なのは俺たちもリリンちゃんも同じだよな。でしたら今はゆっくりと休息なさってください。せやな、いっぱい休んでその分またいっぱい遊ぼうな。君の回復については私の方からも最善を尽くしてもらえるよう運営に掛け合おう。だから今は安心して休んでくれ。私たちずっとここで待ってるから、この GB4 で。みんなありがとう。私のみんなの大好きな大切な GB4 を守ってくれて。じゃあ少しの間おやすみなさい。ガンプラバトルにはいろんな楽しみ方がある。ガンプラに興味がない人も初心者も楽しんでいい。全てを肯定してくれる自由な世界、人に生きる力を与える世界。制限も不自由もあるけれど、その全部が成長の糧になる。それが私たちの GB4 だから。そしてこの世界は続いていく。プレイヤーのガンプラへの思いがある限り。皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより GB4 の正式サービスを開始いたします。心ゆくまで GB4 をお楽しみください。はい、というわけでエンディング終わりまして、ストーリーミッションの方帰ってきました。新たな難易度ニュータイプ出現しております。まあ、ストーリーとしてはね、感想は、まあ、カオスがもうちょっと悪人だったらよかったなと。ね、なんか最終戦に向けてね、話が進めば進むほど、なんかカオスをぶっ倒してやりたいなっていう理由がそこまで個人的にはなんか強くないかなって。まあ、もちろん助けに行く部分で、まあ、こう、ミッションは盛り上がってはいたけど、なんかもうちょっとカオスがゲスな性格してて本当にどうしようもねえな、救いようがねえなみたいなやつだったらもっとなんか盛り上がったかなって気はしたんですけどね。まあ結局のところ運営が AI 重視で、カオスはまあその運営の AI 重視型にちょっと疑問点っていうことで、まあ人の方がもっといいもん作れるだろうっていう部分もあっての今回の行動。まあやりすぎたことで、まあ今後罰はすごそうですけどね。まあでもなんかいろいろね、潔さとかも含めて、まあこんだけ GB4 ボロクソに言ってながらも、まあなんかやっぱ良くしたいって思いは運営とは一緒だったと思うんでね、なんかもうちょいうまく折り合いつけれたらよかったなと思いましたね。 AI の話になるとね、もっと高度な AI だったら人に任せなくても AI 重視でもいいのかなって気もするし、どうだろうな、なんかこれだけ不透明な感じだとそこまでの AI 技術じゃないような気もするからね。そうなるとやっぱカオスの言う通り、もうちょい人に介入させてもっていう気もするしね。まあでも情報収集ぐらいは AI でいいような気もするしね、今回やってたような。まあというわけで、まあ自分の感想としてはそんな感じかな。まあちょっと咳も出てきたんで今日はこれぐらいにしたいと思います。あとダウンロードコンテンツが、間もなく第1弾配信ということで、まあ、そちらの方はまたやっていくつもりでいますんで、よかったら見に来てください。それでは今回はここで、皆さん失礼します。